瀬戸の染め藩のレプリカ瀬戸の染め藩とは、現在の静岡県藤枝市場賃貸である、駿河国志田群賃貸村付近で、戦国時代から販売された黄色い、米藩食品である。東海道藤枝の名物であり、日本遺産、日本書、旅ブームを起こした、ヤジさん北山、寸州の旅の、厚生文化財に認定された。瀬戸の染め藩は、怖いを、 口なしの実で黄色く染めてすりつぶし、平たい小判型や三角形、四角形などにして乾燥させたものである。江戸時代には藤枝塾、島田宿間にある瀬戸の立場で売られていた。漢方医学では、口なしには消炎、下熱、利胆、利尿の効果があると言われ、また足腰の疲れを取るとされることから、難所が多い駿河の東海道を往来して、 長旅に疲れた旅人たちから重宝された。物語や和歌、浮世絵の題材として、たびたび取り上げられ、1792年に西国を旅した小林一佐は、藤枝で、染藩や我々式が、青柏と読んでいる。1797年の東海道名所税には、染藩を売る茶屋の挿絵があり、葛飾北斎の1804年頃の浮世絵。 東海道中53駅鏡画でも四角いそめ飯を売る茶屋の娘が描かれた作品がある。実編者19の東海道中膝栗毛にも登場する。その始まりは古く、三景道中日記1553年の記録や、信長後期1582年の記録に記載がある。ため戦国時代に遡る。東海道の街道名物としては、最古級である。 瀬戸お染藩と書かれた壺のシンボル絵があり、その版木が伝わる。現在も藤枝市内の弁当店などで販売されているが、乾燥せずおにぎり状のおこわである。藤枝市の戦艦、み、瀬戸染藩伝承館には、これについての歴史資料が展示されている。2020年に、静岡県内中心部域の東海道宿場に関する歴史的事物が文化庁認定。 日本遺産、日本書、旅ブームを起こした、ヤジさん北さん、寸州の旅となったが、瀬戸の祖名藩も、構成文化財として、これに含まれた。ありがとうございます。